おはようございます。今朝は魚津水族館ですね。さあ、伊藤さん、張さん、鈴木さん、みんな元気ですよ。やっぱりやりがいがあるんだよね。ということでね、今日も頑張ってね、お客さんをお迎えください。なんか世の中わけわからんというような感じです。法務省解体した方がいいね。もう検察庁との関係とかね、法務大臣が指揮すべき、検察を指揮すべき法務大臣がね、あんな形になるんですから、もう法務省としての役割、ほらそう思うでしょ。だから寄ってくるじゃん、みんなね。だからそう思ってるんですよ、みんな。